よしきチャクラの漢字の読み入れですけど、よろしいですか、質問させてもらって。今日で聞かれて、不信任案が2対14で否決。これ、法ではないんですが、申し付け任案が9対6で可決。これの受け止めをお願いします。どっちかに、まず、不信任から順番だった。不信任については、きちんとした議論があったので、私も受け止められています。理解できています。おっしゃる通りだなという受け止め方です。つまり、市民が置き去りにされていると、市民の代表代弁者である議員の集まりが議会なんですが、この議会が果たして本当に正しく機能しているのかという問いだったと思います。なので、お二人から提案があって賛成もあったわけなんですけども、その通りだろうな。真に市民のためを思って、市民を向いた上でのお二人の言動だったと。いう評価をしています。もう一個の方が分析ですよね。まずですね、当たり前の事実を確認したいんですけど、議決に対して議会が責任を持つ、これ当然ですよね。これに異論のある方多分いない、上司もないですよね。いいですね、はい、ですよね。議決に対しては議員が責任を持つんです、当たり前です。にもかかわらず、あの文言なすりつけるみたいな表現使ってましたよね。市長が議会に責任をなしつけるみたいなとか、そう書いてありましたね。その言葉がすでに勘違いしてますよね。さっきお話しした通りで、責任は議会にあるんです、議決ですから、という私の評価です。問責でですね、議長といったいわゆる反省を流したいというふうに言ってて、今回のことが議会側の判断では全容の解明されて、全容の説明されてないと、議決上について議会軽視であるということで反省を流したいということで問責で議決したんですが、そのことについてどういうふうに、はい、さっき触れたところなんですけども、議決の責任を取るのは議会なので、何を言ってるのか意味が分かりません。なので、私に何か行動を取ってほしい、何ですか、考えを改めて、考えを改めとか、を求めるんであれば、説明に来てほしいですね。現状では、前から同じ反応なんですが、身動きが取れません。なので、16日だったと思いますが、先月も含め、道の駅への無印出店に反対した議員に対して、意見を聞かせてくれと、という通知を出しています。なんでそれに答えるのかっていう、それを言ってもらわないことには、何がどう間違ってるのか、おかしいのか、わかりません。こっちの正当性はいろんな場で、議場ではもちろんですし、こういう場でも重ねてご説明している通りです。すみません、その問責決議についてね、いかんなのか、どういうふうな受け取り方をしてるんですか。心配をしてます。何をしてますか。議会の機能不全についてです。この議会は本当に大丈夫なのか、もうちょっと説明していただくと。明らかに機能は不全に陥っていると思います。で、説明責任を果たしてないですよね。で、こちらから説明をしてくれと言うと拒むわけです、逃げるわけです。それも議会じゃないですよ。説明責任で修正案を出した、説明責任で修正案をもうですし、今回の問責についても中身の意味がわからないわけですよ、こちらとしては。山本和弘議員がまた繰り返し言ってましたけども、テナントの募集に対して公募をしなかったのが納得いかないことみたいな主張されてましたが、それ関係ないともう言ってますからね、明らかな事実として。公共施設を管理してる三席がテナントを選ぶわけですから、公募という手続きは必要ありません。にもかかわらずまだ言ってるわけですよ。そうすると市長としては問責決議の提案の意味がわからない。はい、問題としていることが分かりません。理屈が通っていないので、矛盾をした主張を、でたらめな主張を繰り返されているので、私としては何個も言いますが、手の打ちようがありません。対応しようがありません。で、そこまで問題視するならばです、コンプライ違反とまで、法令を違反していると言うんであれば、不信任を直ちに可決すべきです。それが議会の責任でしょう。ルール違反はあるけど見逃しますっていうのは、それこそ議会軽視なんです。二元代表制において執行部、市長を止めるのは議会しかないわけですから、一義的には直ちに不信任を可決すべきです。それをやらない理由も分かってますよね、皆さん全員分かってますよね。自分の議席が失われるリスクがあるからです。我が身可愛さがゆえに、相手の文句はつけるけど、相手に言いがかりはするけど、不信任は出さない、通さないだけじゃないですか。でしょ、これを権力の私物化って言うんじゃないんですかね、中国新聞。そうやって書かないですか、見物の資料、私物化っていうふうに。ね、こちらもそうやって書いてあげてください。これが権力の私物化でなくして、一体何なのかという。角瀬さん、お願いします。すみません、ホームテレビなんですけども、問責決議案が可決されて、不信任が否決された、この2つの状況ですね、まずどういうふうに受け止められますか。
ちょっと繰り返しになっちゃいますが、問題視していると言いながら、文句はつけながら、保身のために自分の都合がいい言い訳を展開している。それだけだと思います。先ほど議長やでね、提出した山本議員にお話を伺ったところ、市長のやり方を変えてもらうための問責決議案可決だったっていうふうな趣旨でお話しされてたんですけども、うん、この問責決議案可決を受けてですね、これまでの市長のやり方を変えていくとか、何か変化はありますか？なので変化しようがないと思います。具体的に何がどう問題なのか、こうすればいい、そこまで言ってもらわなければ対応しようがないですよね。ただやり方が気に入らないっていう主張以上ではないので、対処のしようがありません。ありがとうございます。NHK なんですけど、いくつか。まず1点目は、議会終わった直後の議長とのやり取りの、すみません、急遂ってどういうやり取りがあったかって、ちょっと聞き取れなかったんですが、そのあたりの詳細な、どういうやり取りがあったかということと、それについての受け止めをまず。とですね、閉会した直後に議長に言ったのは、公正中立という言葉を知らないのかというふうに伝えました。あまりにも歪んだ議事進行だったと思います。自分の所属する会派でおもねった田辺議員、南沢議員がされている質問に対して全く答弁になってないです。それこそ堂々巡りな主張を繰り返して相手の質問に答えないんですね。それを議長として看過、見逃しておきながら質問者の方を注意するっていうのは、これはかなり恣意的な悪い議事進行だったと思いましたので、閉会した直後に、それは私の方から議長に注意をしました。議長からはどんな反応が？何か罰があるそうなリアクションがありました、ね、その直後は市長自ら各議員さんに詰め寄るといいますか、いろいろお聞きになっているシーンもありましたけど、これっていうのは何か今回今日問責出るっていうことで何か考えてたことなんでしょうか。やはり今回の結果を見てちょっとやろうと思ったのか、そのあたりのこと詳しくお考えをお聞かせください。あの対応を考えたのは、問責であり不信任に対する守備完成のなさですね。明らかに意味不明です、ね、これは聞かねばならん、聞かねばならんというのは市民に伝えなければならないと思ったので、皆さんのメディアの目がそっちに向くように私が行きました。私がこっちに来ちゃうと皆さんこっち来ますよね。なので あの場で議員を捕まえてほしいと、議員がどのような態度で今すり抜けていってるのか、公人としての職責を果たさず責任逃れをしているのかっていうのをちょっとでもメディアに伝えてもらいたいがために、私があそこに居合わせます。放っておいてもやってくださるなら私は言ってません。苦言です。対応はさておき、納得する回答を得られましたでしょうか。どんな回答を、受け止めですけども、その聞いた内容とその受け止めっていうと、納得できる回答は一切ありません。なぜならばほぼほぼ全員が無言で立ち去りましたので、話しかけたのは山本正義、新田議員、竹岡議員、あと議長ぐらいですか。とりあえず目の前を過ぎていった議員に話しかけましたが、皆さん逃げの一手、なぜ答えないんだ、さっきまで問責を出して私に何か反省を流すみたいなこと言ってたわけじゃないですか。私が目の前にいて聞きに来てるんだから言えばいいですよね。それに相対しない、そこから逃げるっていう時点でもうそれが全て物語ってると思います。で最後にごめんなさい、はい、一点お聞きしたいのが、これまで市長、議会の機能訓練っていうのは今回で始まったことではなく、今まで何回もおっしゃってたと思います。それで議会の定数削減の条例とかも、今回も結果を受けて機能不全だというふうにご指摘されてますけど、何か新しい市長の考える議会の活性化案っていうのは何か大きなところを考えられますか。まずですね、大変恐縮なんですが、私が考える話じゃないですよね。ですよね。本来はもし考える役回りが議会の外にあるとするなら、それはメディアの皆さんです。また苦言ですけど、メディアが市民の目となり耳となり議会の実態を有権者に伝える、これが本来じゃないですか。仕事ですよね。それを私に何かやれというのはちょっと無茶な要求じゃないかな。やれとは一言も言ってないんですけど議会の前提のをやられ以前やられてたので、うん、今回何かお考えが、新たなお考えがあるのかどうかっていうこと、基本的には私からできることはないです。その都度当然向こうの責任は追及します。それを市民に伝えはしますが、そこまでです。私から解散ができるわけでもなければ、何かね、そういう条例を通せるわけでもありません。議会の問題は議会が解決するしかない。議会の問題を非抗議の意味で解決できるのは市民なので、市民が正しい認識と理解に基づいて適切に判断する、これしかないと思います。ありがとうございます。という説なんですけど、今回の問責決議に関しては法的拘束力がないということで、どちらかというと市長に対峙している会派から出されて可決されたんですけども、その裏にはやはり市民がいるというのもあっ
て市議会議員はやはり市民の声を背負って当選してますので、そういう意味でこの問責決議案が可決されたことについて市長に受け止めていかがですか、評価。 TSS 的には今の市議会議員が市民の声を十分反映しているという評価はされてらっしゃるということですね、前提が。ある程度、ある程度、いえそういう意味ではなくて、はい、ちゃんとした得票を得て議員になられているというのは間違いはないと思いますので、事実その後ろにはそういう市民の思いもあるというのも決してないわけではないと思いますので、その中で、多数決の中で賛成多数で可決されたということについてはどうですか。質問の質問に関して大変恐縮なんですが、その実態を調べるのはメディアの仕事なんじゃないですかね。まず、ね、選挙に通ったからといって何をやってもいいわけじゃないですよね。ですよね。で、特にこういう事態が起きた場合は、ね、市民の声をね拾い集めてみるのはメディアの方がやるんじゃないですか。世論調査なりなんなりでされますか、されましたか、される予定は。市民の声は聞いて、やはり無印良品に関しては非常に、いやそうではなくて、ご質問は議会が市民の声を聞けてるか代表してるかという問いだったじゃないですか。それは確認をしてみようという考えはちなみにあったりされますか。検討します。検討しますか。じゃあ期待をしておきます。で、じゃあ一応質問にお答えしますと、なので今熊高議員から提案があった通り、不信任を可決すればいいんじゃないですか。問責についてはいかがですか。問責は意味がないですよね。法的拘束力も何もなくて。あれパフォーマンスだったと思われてます。なるほど。いい評価をされますね。TSS はあれはパフォーマンスだったんじゃないかと私に問われるんですけども、パフォーマンスなんじゃないでしょうか。はい。そのパフォーマンスはじゃあもう完全にスルーするという感じですか。パフォーマンスに受けて立つというのもなかなか難しい気はするんですけど、どうしたいんですか。私がなんかこう反省している雰囲気で、視聴室に座ってる例でも撮りますか。うなだれてて。無印に関してなんですけれども、なかなか難しいということをこの間もおっしゃってましたけれども、例えばこう、手法として先決処分であったりというところに不満の原点があるという意味では、回転の時期を遅らせてでもこう進めていこうというお考えは、現時点では終わりですか。その手法が取れると思われますか。私は無理だと思います。なぜならばやり方が気に入らなかったという点で反対します、ね、例えば臨時議会をもう一度開くとか。臨時議会を開くと情勢が変わると考える根拠は私持ち合わせないんですけど、もし何か私が気づいていないところであれば教えてください。そういう声が今日議会でも あったので。誰が言ってたんですか。臨時議会を踏む時間がなかったとは言えないということをおっしゃったんだけれども、それ昔の話ですね。これからの話はされてないですから、誰一人してないはず。これからこうしたら話を聞く、ないしはこうすれば通るんだ、その言及はなかった。先ほどの私たちのインタビューに対しては、やはり市長の反省、信者の反省を、反省って何ですか。やり方において向こうの言い分としては、はい、それでもう一度やってほしいっていう思いが垣間見えたんですか。垣間見えた、垣間見えたんです。どういう目を凝らしたら見えるんですかね。私には今伝わってきてないです。市長に辞めてほしければ不信任案を決議、可決することもできたと思うんですね。そういう中で、いや違いますよ。私に辞めてほしいんじゃなくて、自らの信を問うのが先ですから。当然順番は議会の解散が先に来ます。なんでそこから逃げるのか、そっちを問うてください。市長を辞めさせるのはその後の話、順番はご存知ですね。いや知っててそういうふうに聞かれるんですね。順番が逆です。議会が市民の信を問うのが最初です。最後に無印良品については今後市長としてはどうしたいと思われていますか。どうしたい、市長としてはノーアイディアです。議会が状態ですので手の打ちようがない。これが動かしがたい事実です。ありました。各社どうぞ。はい、およろしいですか。なんか答えてくれそうですけど、どうぞ。何でもなくない。どうぞ。言える範囲で。一応、星野さんどうぞ。ちょっとまた元に戻ったら不信任のことで伺うんですけども、その中でも熊高議員がこう提案された中で、やっぱり市長側、執行側とその議会側の、いろいろが続いてて、市民がこう嫌いになっているという意見で出されてますよね。それに対して議会と市長も議会に対する思いはあると思うんですが、そのご自身の手法であるとか、そういうところに対してのスピード感を持っているというのはすごく分かるんですけど、その辺のやり取りとかでちょっと少しこういうふうに変えてもいいかなとか、その辺の歩み寄りといったら変ですけれども、受けれるとか受けるとか、そういうお考えとかって何かあったりしますか。これまではあまりご存じないのかもしれないですけども、これまでも適宜適切に対応してきていますし、法令遵守は変わりません。その上で議会の不備は再三指摘をしてきています。根拠を持って明確具体的にですね。それがまだ正されてない部分もありますが、そこを追及するのが最初じゃないですか。中国新聞さん、私に何を正せとおっしゃるのか未だによくわからないんですが、こちらは議会が正すべきポイント指摘してますよ。なぜそこを追及されないんですか。
正すというか、ということではなくて、やっぱりその、高田議員も、この辺を市民が置き去りになっているという状況が、やっぱ憂えられて、ああいうふうになされていると思うんですけど。中国新聞が言う歩み寄りというのは、どういう現象なんですかね。私はずっとそれがよくわからないんですけど。歩み寄りというか、その、両側、市側と議会側が、まあ、こういうのいろいろ振られてますよね。こういうやり取りをされている中で、それをまあ、結局最終的には、市民がこういろいろ指名されている。なんですか、持ちつ持たれつみたいな関係に落ち着きなさいという、そういう条件ですか。そういうことではない。大丈夫ですか、そういうことではないですか。それはちょっと議論しなければいけないと思うので。やってますよね、是々非々で。感染症の感染拡大防止のための協力、ありがとうございました。市長としてこうなんか思われるところとかっていうのは終わりはないですか。さっきも言った気はしますけど、もう一回言いましょうか。はい。不信任、これの提出によって、可決によって、議会が解散できます。そこで市民の議会に対する信が問えますよね。はい。それが必要だと思います。さっき言いました。言いましたよ。改めてですね。はい。ですし、中国新聞に限らずですね、テレビもなんですが、対立がいけない、仲良くしなさいみたいなのを案に出されるじゃないですか。あれが非常に良くないですよ。何回も言いますが、二元代表制というのは元来対立する機構です。存在です。その上で対話があってこそ二元代表制が成り立っているんですよね。対話から逃げてるのはどこですか、どちらですか、明らかじゃないですか。なぜそこを糾弾しないのか。執行部には残念ながら糾弾する機能ないんですよ、本来。誰の仕事かって言ったらメディアの仕事じゃないんですよ。と、いつも思ってます。これ書いてるんですよ、中国新聞。お願いします。議会の中で、まあ、これは民意を問うしかないんじゃないかという話がありました。まあ、不信任は否決されて、まあ、議会の解散、例えば出直し主張、それから市長自ら民意を問うとかって考えもあったりとかします。その展開にどういう意味が発生しているのか。例えばあるのかどうか。それやったらどうなるんですか。私が辞めます。で、出直し選挙あるんですか。それとも私も出ないと。いや、まあ、もう一回出られる。出るでしょ。で、私が再選しました。そしたらどうなるんですか。え、また振り出しに戻るだけじゃないですか、それ。時間と金使って。改めて民意を得たという正当性はあるんですか。そうやつは私、市長になった時点でね、さっきのロジックでいくと、その立場ですね。それともあれは TSS のザレ事だと思う。共同通信はあんな意味がないことじゃなくて、やっぱ信を問うべきだ、そのようにおっしゃった。まあまあ、そういうお考えあるのかな、ないんであれば大丈夫です。すみません。振り出しに戻してる意味がないです。いや、それで、よし、分かったね。市民の信を確認したからってなると思う人いますか、ここに。いや、いないでしょ。だからそんなんだったら市民モニターでも何ぼでも結果も出てるじゃないですか。でいかに自分たちの正当性がないかも分かってるはずです。だから解散できないんですよね。なんとか任期を満了したいんでしょう。それは保身ですし、もう一回言いますが、権力の私物化です。本来はそんな政治家を議員に選んだらダメなんですよ。と思います。今回の治療費については、まずは選挙処分の不祥事から始まって、3300万の工事費の修正から始まって、今回の問責審議が来たんですが、これ3段構えで、こんなようなことをしてきたということで、どのようにも。あまりないケースだと思うんですけど、こういう。あまり。議会側がこういう言葉でどういう対処とかいうことはないんですけど。そう。なので、そこまで言うんだったら、不信任を可決すればいいじゃないですか。そこまでね。先決も気に入らない。補正予算も許さん。さらには問責までやるんだったら、不信任を出せばいいじゃないですか。市長と可決すればいいと。不信任を出して、信を通ってやればいいじゃないですか。それ以外方法ないです。文句だけつけてる状態に。何か建設的な意味があるんでしょう。だから議会側は引き続かないで3つの方法をつけてますよ、ね、だから遠くから石を投げているというところですね。それって一般的に卑怯って言いませんか。自分らは引き続かないです。不信任は引き続きますから、ね、はい。リスクを負いますからね、でそのリスクは負けるのが分かっている人間が多数いるので取らないですね。議会側もいろいろ考えてくるなと思って僕も驚いたんですが、私は割合ああそうだろうなと。この今日、ね、ホームテレビの記者の方と話してたんですけど、あんまり慌てた素振りがないっていうふうに言われて、慌てはしないです。想定の範囲の中で全部起きてるので、で、こうなったら、こうなったら、こう、パターンの対応は、私の中では、あそうなるだろうなと。いや、ここまでやる意味がよくわからないですね、あその意味では、私の意味はわからない、意味がわからない、はい。何がしたいんだろうっていう。市長を辞めさせない、辞めさせたいなら、不信任しかないじゃないですか。ここまで3つの方法でやってくるんですね。まあ、一言で言うと、嫌がらせをしているという、これだけですよ。本当、程度が低い。小学生以下ぐらいじゃないですか。中高生はもうしないですね、恥ずかしい。理性があれば。嫌がらせですか。3つをやる。1つでも別に、それでも、責任の問題は正しいわけですよ。
あ、そうですよ。そう。っておっしゃってましたね。ここからの議員が。先月の不承認で、もうそれはことが済んでると。2番目をやること、まあ2番目のことを実際事業を止めるということで意味があると思う。3番目の今日なんて、ほとんど意味があんまりないじゃないですか。ないと思いますよ。ね、ないと思いますよ。効力がないんだから。で、市長が言うように、どう反省していいかわかんないな。なんかしますね。もうしてることなんて。いや私も全く。ちょっとご意見があれば。いや、なので、相手するのに困りますよ。もうこのインタビューもなんですけど、どうしていいかもない。だから非常に困るんですよ。だから困ってるというのをぜひ言うんでしょ。こっちも困ってるし、市長も困ってるよ。いや、意味不明な議会だったら書いてあげるやつ。秋高田市議会崩壊、学級崩壊みたいな感じで、ね、議会崩壊、意味をなさず。よろしいですか。こんな落ちていいんかなと思ったりするんですけど。もし何かあれば。柔らかく答えた方が良ければそのように答えますし。柔らかさもちょっと一つ。今、ちょっと、あえて切ってかかるような答えがある。柔らかさもいいんじゃないですか。一応、これテレビ的に聞いとかないといけないんだよね、とかあればございますか。いいですか。じゃあ、簡潔に一言で、はいはい、教えてください。一言で、はい、今回の6月議会の総括の一言。残念ですね。熊高議員がね、言われてた市民が置いてかれてると。置いてってるのは誰かという話ですよ。市民の代表じゃないんですが、議員というのは。本当に残念ですし、なんというか、もう私も市民でもあるの。議員を選ぶ立場でもある。悲しんでる市民は多いんだろうなと思います。